ちは。こんにちは。やっぱスーパーカートリオのね、時代の話をしたいと思うんだけど、最初どうだった？3人で走るっていう。正直とにかく3人で走らなきゃいけないよって言われた時に。いや、正直言うとね、近藤貞夫さんが僕を3番手って言うて、まあ、前年からレギュラーって言ってたけど、これでいいのかなっていうことの方が不安でしたね。でも、走れっていうことに対しては嬉しかったけど。まあ、そう、売りだもんね、一つもね。今までは、ディスボールズチームって3位になってね、ここは走れ。でも、いつでもいいから走れって言うと、ものすごい気が楽じゃないですか。まあね。嬉しかったけど。まあまあ、俺もしんどかったけどね。しんどかった。いや、それは楽しいよ、走るって。でもさ、オフになって査定見るとさ、盗塁の査定ってめちゃくちゃ低かったじゃない。低いですね。低かったよな。やっぱりね、ホームランだけ。ピッチャーだったら勝ち越し。ですよ。あんなに大変なことないと思うんだよね。そうだよ。でしょ？やっぱりそうだ。あのね、盗塁、足にはスランプはないとかって言うんですよ。とんでもないですよ。出てこいっちゅう話だね。まあこれだけ走ってみっちゅう話だね。走ったこともないのにね、知らんの言うなって思いましたね。なあ、パンパンな回し。その日一緒に終わって帰ると、いや、いつ切れるかなっていうような状態だと、肉離れするかなっていう状態で、ずっと走らなきゃいけない、ね、はい、そうですね。でヘッドスライディングだったりスライディングだったり。ヘッドスライディングしない。あ、しないんだ。あ、そうなんですね。スライディング、もうね、遅れてアウトだなと思う時だけヘッドスライディング俺はしてない、まあ、まあやってるかやってるかごめんみたいなそういうのあるよな。ほらあかんみたいな、本番でスタート切ったみたいな。すいません。あれね、俺いつもねヘッドスライディング子供にはするなって言ってね、特にチリは骨折するから、まあヘッドスライディングは遅いって言われてるからね、するなって言うんだけど、あれはね、日本人好きなのね。やってますよーみたいにね、滑るのね。あったった高木さんはごめんやで、ね、ごめんやで、ね、それあるよね。それあるよさ。でもセカンドに走った時に、わ、これちょっと怖いなとか恐怖とか感じた瞬間ってありますか？いや、ありますね。コントロールの悪いキャッチャーね、頭の方に来るんじゃないかっていうのはありますね。まあ、例えば走りにくかった牽制の、うん、あ、こいつうまいなって、クイックも速いなって思うベスト3って誰だったか。走りにくかったの、屋敷が、うん、それね、さっき聞かれて考えてたんだけど、3までいかないんです。1人だけもし上げるとしたらね、ジャイアンツの西本さん。あの人嫌でしたね。嫌だったな。昔ね、ボークなかったんです。パン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 タイミングが牽制にしてもホームに行く体のキレっていうのがすごく良かった。良かったですね。だからキレをバッと動かれると牽制かなと思っちゃうんだよな。ね、昔は今はやっぱ静止しなきゃいけない。でもあの時はパンピョンと投げちゃったらタイミングつかなかったですね。まあ、確かに、それでも足が上がる時あるんだけどね、大きく、うん、自分が勝負の球を投げる時。それでも足がキレをバーンと上がるからビクッとするよな。ああ、そうなんですね。それは確かに西本さんは分かる。あと誰やろうな。あとあんまりなかったな。あと川口とか嫌じゃない。あ、川口ね。あいつは牽制うまかったね。牽制うまかったし、あいつ自分の牽制の癖を知ってたでしょ。逆利用したでしょ。そうそうそう、逆利用されたらよかったね。あ、そうだよな。逆に走りやすかったピッチャーはどなたかいらっしゃいますか？ね、ジャイアンツのね、いいS さん。同じだ、豊川さんでしょ。あ、そうそう、さんと同じ。いいの、はい、全然江川さん、江川さん癖丸出したもんな。でね、クイックなんかしないしな。どうぞっていう感じだ。どうぞ走ってください、その場合僕はバッターを抑えますから。そうだったから。やっぱりそうなんです。逆に嫌だったな、走るのが。舐めてんのかと思うよさ。で、こんなの走っていいのかみたいな。いや、でもね、あれはね、山倉さんがかわいそうだと思う。まあ、そりゃそうだよね、うん、そうですよね、見るようになった。キャッチャー山倉さんだったからね。ほぼ江川さんの時に走ったのはアウトになった記憶がなかった。あ、じゃあもう 100% 走った成功だったんです。でも屋敷は3番持っててさ、次はレオンかなんかだったじゃない。嫌じゃなかった？早く走らないと。あいつ早打ちだったでしょ。あのね、基本外国人っていうのは初球から打ちにくいんですよ。なぜかというと、打たなきゃ自分の存在価値がない。一回ね、
もうこれね、ちょっと後で考えたら自分が間違ってたなと思ったんだけど、僕の後にローマンっていうね、プレイバトルがね、本当終盤ですよ、もう終盤ちょっとね、俺は通りをかかってるから、もしできたら俺が走る、君走るからね、その時分かったら一球待ってくれって言ったらですね、杖を返して、おい、オッケーって言ったんですよ。バーン走りましたもんね、バーン初球打ちました、ファール。あ、そっか、回復落ちてこれ、まあ左バッターだから こっちから見えない、見えないのもあるけどね。まあ基本的にはね、彼らは、まあ、メジャーの選手は初球からガンガン打ってます。俺は1番打ってて、加藤さんが2番だったから、よくボールを隠したりとか してくれてたんだよね。ちょっとセーフティーの構えをして、はい、ボールの軌道にバットを入れるとキャッチャーが見えないんだよね。で、走りやすい。それはうまかったんだよ、加藤さん。そう、加藤さんね。すごい、うん、だってバットね、ボール、ピッチャーが投げたボールとキャッチャーの目線と一直線にすると見えないの。キャッチャーが投げちゃうんですよ。あえてそうしてくれた。あれ聞いたんだけど、さすが加藤さんなあ、苦労人やな、なあ、ね、いやだから、すごく俺は加藤さんに助けられたこともあったしね、うん、加藤さんは走るまで待ってくれたってことだね。だそれだけにやっぱ走らなきゃいけなかったもんね、早く、まあ、そうですね、その決まってもらってる限りはね。そうそうそう、あのね、去年かな、西武の辻監督と話したんですよ、うん、いや、四季や、俺2番ずっと言ってたけど嫌だったよって、ね、チームのためにね、バントしたり、あの初球待ったりね、もういろいろやらされて、野球がつまんなかったよって言ったんですよ、あの辻さんが、はい、それ聞いたときね、やっぱり野球の楽しみは打つことやろ、なんだろうな。まあそりゃそうだな、うん、だから宮本慎也のね、うん、あの大会知ってます、彼の冠のって言ったら野球の大会だと、バント禁止だった。そうなんですね、野球を楽しむっていう、楽しむために打ってね、快感を味わうために野球やってるんでしょうね。それを一気に待てとかね、うん、大っ嫌いですよ。だいたい制約を嫌いだ、嫌いなタイプだから、縛られたい、もう自由に解き放たれたいタイプだ。そうなんですね。いや、本当本当、まあみんなそうなんだけどさ、みんなそうなんだけど、それはね、やあのゲームに入ればね、いろいろな役目があるからね、その打順の宿命というか、役目っていうのが、だから休まる時がないんだよ。打席に入ったら集中し、うん、ランナー出たら集中し、守りに入ったら集中しってな、もうベンチに座ってる一瞬だけだ。そうです、ね、打席が回ってこない、うん、でもその時もピッチャーをこう見たりとかして、ね、神経使うね、うん、もうじゃあゲーム終わった後の夜が楽しかったですか。楽しかった、僕はね。まあ門限をやったからね、豊さんと一緒に、豊さんの車借りて出てらしたことある。冬の日でしたっけ。余計なドア、3秒振ってあるじゃない当時、はい、まあ今もあるけど、開けたら閉まらんよって戻ってきて、どうやって閉めるんだとか言って、お前そんなとこ触んなよ、冬のクソ寒いのに開けることねえだろみたいな。いや、ちょっとね、開けたかった開けてみたかった。で、上上がってこう閉めて、そしたら寮長の部屋と駐車場が近いんだよな、うん、でそこから乗っていこうとするからさ、いやちょっとやめろって押すかって道路まで押してな押してもらいましたね、はい、2人 でそしたらさ、手滑らしたかなんか知らないけどさ、クラクションボーンって流すんだよ。おいバレちゃうバレちゃ う, そ う, そういや、あれありがとうって、ありがとうめ鳴らすなって。まあそういうこともあったな、ね、楽しかったよ。で、なんかこう六本木に飲みに行くのに、その車でね、うん、走ってる時に、あ、窓汚いなっつってボッシャしたんだよ、うん、凍って前が見えなくなった時あったよな。あったね、危ない危ないんだよ。あれも思い出したら、俺たちに親子ゲームってさ、あったな、午前中スタジアムで、まあ、イースタンリーグの試合だったんです、はい、それを出なさいまだ若いからレギュラーじゃなかったなって感じで出発したやつね、二人でね、夜ナイターあるんだ、ナイター帰ってきて次の親子ゲームって言うんだけど、あれでね、二人でスタジオに行こうね、乗ったらね、もう大渋滞で大渋滞、遅れた、練習終わったぐらいに俺たち着いたんです。だから
ちゃうぞ。よう怒られた。お前ら打たなかったら知らないぞとか言って。でも打ったよな、ちゃんと。俺ホームランで打ったよ。あの時で。ベストサーカーやる。ああ、右で。もう攻守ともに仲良かったんですね。まあね。うん、最初の日はね。レギュラー取ってからはお互いのその責任があるからそんなにつまらなかったし、あ、まあたまに遠征行った時に飯でも行こうかみたいな、うん、で長崎とかでも行ったりとかしたら、まあ、甲子園ではあの、ああ、そうだな、そうだな、うん、だからまあいろいろは行ったりとか。じゃあ入団当初とかその若いまあ一つ下だしさ、やっぱりもう近いっていうこともあったし、はい、だから、まあ、そういうので横浜さんでしたね。なんかさ、もうスーパーカーの話からな。なんか夜のスーパーカー。夜のスーパーカー。夜のスーパーカーの方がなんか楽しかった。楽しかったですか？快速ですか？まあ札幌行った時もなあ、いろいろあった。なんですか？なんかすすきので？なんかこれで多分徹夜してたと思う。徹夜してるんだけどさ、あの時デビューだからね。そうだよ、俺は試合出てんだけど、なんか屋敷は出ねえみたいな。ええ、それ何みたいな、うん、どうしたって。サボったわけじゃないの？何してたんですか？いや、ちょっと半分サボりかなって。え、どういうことだ？あの時スタメンから外れたんだよ、たまたま。あ、そうか。あ、それ外れるの分かっててそうしてた。そんなことないですよ。あ、そう。すすきのじゃ遊びますよね、皆さん。モテたからね。いや、モテましたよ。モテた。そう、お互いにね、でもね、モテ方がちょっと違うんだ、うん、これ野生的じゃない野生積極的ですか？いや、野生的だけど、もうプレースタイルも何もかも野生的だから、なんかこうに肉系女子みたいなのが寄ってくるみたいな。あーに来られる方ですね。俺はね、多分文系だと自分だけいい方にとっていい。なんでいい方だ文系扱いにくいだろ、お前。あー、いろいろ考えちゃったりとかして。まあ、簡単ですよね。何扱い？俺の扱いは簡単。そう。あ、俺の扱いはね。屋敷さん。いや、扱いはね。伊藤さんも昔から。そうだよ。全然違うんですよ。僕は遠慮しなかったですよ。遠慮しなかったけど、ね、俺の先輩なんだから、ね、入団がね。そうですよ。そうだから、ね。名前変わった。名前先輩だから。はい。